黄金の孔子の礼拝は、フランスバロック期の画家で主に、イタリアで活動したニコラプスさんが1633年から1634年に制作した絵画である。油彩。主題は、旧約聖書、デイエジプト記32章で語られている預言者モーゼが、唯一神から10回の記された石板を授かった後の物語から取られている。 ローマの重要なパトロンのカシアーノ・ダル・ポッツォーのいとこ、アメデオ・ダル・ポッツォから、大作品、公開横断と共に発注された。現在は、ロンドンのナショナル・ギャラリーに所蔵されている、大作品、公開横断、メルボルン・ビクトリア国立美術館所蔵。1631年から1633年頃の、絵画、パンの像の前でのバッカス祭、プッサンは、 パンの心臓の前で踊るバッカスの信者たちを反転して本作品に用いている。ナショナルギャラリー所蔵。同じく、フスさんの1633年頃の絵画、羊飼いの礼拝。ナショナルギャラリー所蔵。エジプトを脱出したモーゼが、シナイ山の山頂で唯一神から十回の石板を授かっている頃、彼が率いてきた民は、モーゼの帰りが遅いのを見て不安に駆られた。 彼らは、モーゼの兄アロンのところに集まり、信仰のよりどころとなる心臓を作ることを求めた。そこで、アロンは彼らから金品を集めて溶かし、鋳型に流し込んで黄金の子牛脂臓を作った後、祭壇において、反祭及び集音祭を取り行った。彼らは縁を模様し、踊り明かした。死内山から戻ってきたモーゼはその光景を見て、憤慨した。彼は、 ナ内山の山頂で民を滅ぼさんとする神の怒りを、なだめてきたばかりであった。怒ったモーゼは十回の石板を叩き壊し、さらに黄金の格子牛をぶち壊した。モーゼは神に、民が犯した罪の許しを凝ったが、神は民を討った。プッサンのパトロンであった、カッシアーヌ・ダル・ポッツォノイト・コ・アメデオは、予言者モーゼに関する連作をプッサンとピエトロだ。コルトーナに発注した。 この注文によってプッサンは黄金の子牛の礼拝及び公開横断を制作し、コルトーナはマナの収集と聖書の幕屋の建設を制作した。プッサンは祭壇に置かれた黄金の子牛の周囲で飲み食いをし、熱狂的に踊る人々を描いている。黄金の子牛と祭壇は花で飾られている。子牛の崇拝者たちは手をつないで踊り、白いローブをまとった。 アロンの姿は彼らの中にあって、人々を先導している。それに対して、シナイ山から降りてきたモーゼは、画面左の背景に小さく描かれており、二つある銃、海の石板のうち一つを地面に叩きつけて壊し、さらに二つ目の石板をも壊そうとしている。中継から遠景にいる、人々の何人かは、モーゼの行為に衝撃を受けている。また画面右側の背景に立っているテントは彼らが、 旅の果てにこの地にやってきたことを示している。ローマのドメニキーノの下で学んだプッサンは、1631年にドメニキーノがナポリに去ると、ルネサンス期のベネツィア派の画家ジョバン・ニベリーニや、キツアーノ・ベチェッリオへの系統を強めた。この1630年代のプッサンの作品は、色彩が豊かになる。謎めいたアルカディアの牧人たち、 李シュ数奇教のために制作されたバッカスの大作品、あるいは本作品はそうした傑作の一つである。プッサンはパンの像の前でのバッカス祭の踊る人々を本作品で反転して利用している。この人々はプッサンの古典古代への関心を示しており、黄金の格子牛を崇拝する人々の筋肉質の体格や配置に古代の彫刻や壺への影響が見て取れる。 またフィリップ・ハレの版画との関連性も指摘されている。大作品、公開横断では、アロンのポーズが対比的に描かれている。1685年に、シュバリエ・ド・ロレーヌによって購入された。大作品は、1710年に、ベニーヌ・ニドラゴアド・ブルトンビエによって購入された。その後、1741年に、初代フォークストーン試写ジェイコブ・ブルーベリー・キョーは、 サミュエルという男から購入した。彼の息子、ウィリアム・ブーベリーは、初代ラドナー伯爵となり、ラドナー伯爵家は、代々大作品を所有した。1945年、ナショナルギャラリーは、アートファンドから50%の寄付を受け、伯爵家から1万ポンドで本作品を購入した。絵画は、過去に損傷を受けている。2011年7月17日、57歳の、 フランス人男性が黄金の子牛の礼拝及び同じくプッサンの羊飼いの礼拝に赤ペンキのスプレーを吹き付けた。男性の逮捕後、絵画の保全が行われた。現在は同じ場所で展示されている。ナショナルギャラリーには他に以下のようなプッサンの絵画が所蔵されている。ありがとうございます。